平均 21.1 というのがワーストの数字になっています。一方の新州もワースト9、19.3 のパーク。外からのシュート決まりました。しっかり決めれますよね。お互いにこの外からのシュートが決まるかどうかも試合の序盤見どころです。松本から外のパスはターンオーバーになりました。こっちからその外側の開きというところも伊藤GMも話をされていました。はい、そうですね。やっぱりフェイクダッチできるとね、しっかり崩れるということになるのでね、その辺をね、できるかどうか大事ですよね。積極的に外から来ますね。そうですね、やっぱり外角をね、打てるで相手がディフェンスをやっているので、その辺はね、しっかり積極的にいってますよね。ターンオーバーから松、そしてトンプソン、ちょっと手につかないが、年明け最初のゲーム、場内からは大歓声。松本、ここはちょっと下がってスリップダウン。その間に5対4の展開。アウトサイドのシュートきました、ね、星野恭介。星野からもう一度石川、はい、長いパス、先ほど入ったエリオット・ウンディにも来た。松本くんぐりを 回りながら馬場雄大もらいに来ました。ドライブからアグレッシブに行きました。長崎ボールです。身長ね、かなり怖い怪我なんで ね、やっぱりね、時間もかかりましたけどね、頑張ってほしいですね。そしてターンオーバーです。スリーは外れてリバウンドはパス、そしてトランジションから馬場雄大、早い仕掛け、しかしこちらもターンオーバー、ファール。時間いっぱいにゴール下争っている。お互いにまだ競り合って、ボールは信州、そしてすぐに打つ。スリーポイントきましたか、サイモン。得意なスタイルでプレーできましたよね。インサイドに仕掛けていければ外側も一つと、そういった流れが作れています。今日のデリカ一方です。外側スリーは来るんです。信州スリースローではここ点差は開かずという展開。アバリエントスが入ってきています。このもらってからすぐのショット、キャッチャーのショットのスリーきました。ここはシュートをしています。内側ボンズ、お互いになかなか、そうですね、今のはね、ベルカの持ち味の走るプレー。でもこのね、今日はゾーンが非常にね、効いてるように見えますけどね。ディフェンスから形が作れている長崎、一方で外から本当によくスリーが来ています。ただ選手としてはね、バボン、はい、ほぼゾーンですね。ちょっとファンブル、いい合わせだったんですが、三井のところ、ただボールはキープ。スリーポイントです。この相手が今ね、マンツーマンしっかり今やってるんですよね。この辺でね、やっぱりすぐこうやって対応できるのはいいですよね。先ほど振り締めている小玉、小玉、ボールはキープです。星野、石川のスリーポイント、エアボールですが、セカンドチャンスで小玉です。長崎としてはね、早いタッチで打つのもね、全然チームスタイルとしてはあるので、あれが決まればさらに乗っていくということですよね。ターンオーバーをしてしまうと流れを持っていかれる可能性があるのでね、我慢するところも大事ですよね。そうですね、まだお互いにスコアがありません。中、トンプソン粘って、はい、今のね、ハイポストボールつなげましたよね。そこからのね、はい、やっぱり最初にね、ゴール下をね、簡単に外したりしてしまったので、選手としてはね、あの辺の得点をね、決められると伸びてくるんですよね。エリオット・ドンリー、外側ショットクロックギリギリ、スリーポイント来ました。石川、この今ね、ハイトスのボール経由できて、いい形で中でちょっと打てましたよね。あれを決めきるといいですよね。ターンオーバーです。信州ここは守りきって、長いボール入れてキャッチアンドショットですが落ちています。早い展開になってきました。ただターンオーバー、いくら走る、リバウンド争いは信州を抑えています。でも今のね、荒谷の攻めもいいですよね。アシスト、今までピックアンドロールからアシストしてたんですけど、ターンオーバーが続いてたんで、やっぱりね、そこでシュート打っていくって大事。ここまで入るならば確かにこだわってもいいのかもしれません。ただね、やっぱりね、ここまでスリーポイント入ってて、やっぱり53点なので、やっぱりね、そこは考えなきゃいけないですよね。ボールはターンオーバーです。そうですね、早く落ちてですね。ああ、いいですね。フロントコート、エリオット・ドンリー。ファールもらいながらシュートも決めています。できたので、今のは、ね、本当にお手本のような。そしてボンズが戻ってきたのは長崎サイド、中への合わせが合わない。ターンオーバーです。アバリエントス、周りを見ながら待つ、そのままファールもらいながらエンドワン。アバリエントスが周りを見ながら自分でいった、仕留めてきたスリーポイント。
はしっかり抑えられてるんですよね、うん、そこがねこうやって追いついてこれた一つの要因だと。激しくボールはどっちだ、なんとかキープマッツ、そして突破、もちろん選手の得点が伸びているように見えるんですけども、まずディフェンスがしっかり機能している。グラントリーを残してボンズを避けてパークに投入です。速いタッチできた。スリーポイント。サイドが2つ、長崎サイドが1つ。そしてチームファール、今長崎がすでに4ファールになっています。スーポゼッションか。星野、ドライブから中に入れる。いい当て。さあ、迫ってきます。エリオトドミのスコア。しっかり中にボールをつなぐ。そしてその中から、ペイントアタックをして非常に体張ってますよね、簡単に入れさせないように、ね、本当のマッチアップ苦しいところ外側スリーポイント、さあ残り2分を切っているブラントリー、信州のディフェンスターンオーバー、中に入れる、本当から外スリーポイント、ついに逆転。